国が戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面する中、国民の命と暮らしを守り抜くため、外交力と防衛力の両輪をバランスよく強化をいたしてまいります。自衛隊の観閲式は、最高指揮官である総理大臣が部隊の状況を確認する式典で、年に一度陸海空の持ち回りで実施されます。自衛隊の発足70周年を迎える今年は陸上自衛隊で行われ、およそ800人の隊員が参加しました。隊員や戦車、装甲車などが観閲行進を行ったほか、陸自の UH-2 ヘリコプターや空自の F-35 戦闘機なども飛行しました。石破総理は訓示で、自衛官の処遇改善について総理自らが長となる関係閣僚会議で議論を重ね、早急に実現する考えを改めて示しました。姐妹们总烦恼脸上细纹、干燥与暗沉，现在起跟我一起放心交给 KS Royal Face 皇家颜值逆时奇迹系列。KS Royal Face 皇家颜值逆时奇迹系列，它添加五种 EGF， 专门防止肌肤老化，强化皮肤修复，增加肌肤弹性水嫩，轻松抚平皱纹，换回青春自信。KS Royal Face 皇家颜值逆时奇迹，护肤露、全效精华、精华霜，即刻启动冻龄密码。